あのね、これね、このオムライスのやつ、うちガチャガチャやったんだよね。どこにしたっけ、紹介したっけ。紹介してないよね。今度紹介しますので、これはプルンします。はい、見てください、これ。ででで、んきなこ餅、かわいいね。これ100円でゲットしました。こちらの雪見餅もです。あ、やばいやばい、かわいいよね、かわいいかわいい。もうこれ毎回同じ、この下がこうなって、あ、わ、すごい、これちゃんとしてる。この置くやつこんな感じです。お豆腐ちゃんみたい、かわいいね、すっごい粉。次はきなこちゃんです。これ別にポンプしたわけじゃないです。うわ、買った、シリコン感すごい。はたげるだね、はたげる。下これちゃんとこうなってます。これはね、これちゃんとほらしてんの、ちゃんと硬いの、これすっごい硬い。うん、臭い。はい、次これミニオンね。今スクイーズいっぱいあるじゃん、さっきも紹介したね、ミニオン。これペッ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 、いちご、かわいいね。多分これはパッケージがミニオンなだけであってって問題だと思う。ミニオンコーナー作れそうなから、私ミニオンのスクイーズいっぱい持ってると思う。はい、最後はガザーマーデンのやつなんだけど、見てこれ、こんなにね、ちょっとこれいっぱいセットで入ってるんだけど、マザーガーデンね、久しぶりに買ったんだけど、見てこれはすごくない？超薄いスクイーズ、あれよ、別に薄みたいな、こいつ薄みたいな感じじゃなくて、超いいスクイーズ、超耳たぶスクイーズ、耳たぶスクイーズ。ちゃんと後ろにガザーマーデンって入ってます。あ、マザーガーデンですよ、ガザーマーデンって入ってます。もうハムとか見た、この薄さすごくない？この薄さ。でもこれちゃんとスクイーズなんだよ。こんなに薄くてでもスクイーズはスクイーズで働いてるんだよ。これはよもぎかと思ったらレタスでした。レタスも薄い。これは私パンのスクイーズいっぱい持ってるんですよ。こんな感じでいっぱい持ってます。これブルーム、ブルーム、ブルーム、ガザーマーデン、どこだっけこれ、オベジャ、ジェイドリーム、バングットって感じでいっぱい持ってるんですよ。で、まあ、これはもうジャム塗ってあるからあれなんだけど、ガザーマーデンとオベジャ、あ、オベジャイコール三宝石。まずはこちらのマザーガーデンのパンのスクイーズの上にハムを乗っけます。ハム、レタス乗ってます、レタス。味を見てください、ハムレタス、レタス。最後、目玉焼き、焼き挟んで潰して食べない、また潰してまた食べない、また潰して食べない。うん、歌ができました、スクイーズの歌。すごくない？これも新作スクイーズよ。めっちゃいい、これ、もう本当にいい、これはすごくいい、これすごくいい、これ すごくいい、このパンすごくいい、これすごくいいと思う。3つも入ってるし、遊びがいがある。目玉焼きスライダー、レタススライダー、ハムスライダー。